にちは、高松大輝です。今日はなんとスペシャルゲストに来ていただいてます。お願いします。お願いします。久々だね。ちょっと自己紹介してもらおうか。はい、じゃあどうぞ。はい、横浜マリノスの松原健です。よろしくお願いします。お願いします。はい、ジュビロ磐田の松本雅也です。お願いします。はい、横浜マリノスの岩田智樹です。よろしくお願いします。これだって年齢的にはこの順番。この順番、はい、そうか。今日はなんと大分県出身者の、県北の選手たちに来てもらって、ちょっといろんなお話を聞きたいと思います。3人地元が一緒なんでしょ。まあ、ちょっとここにあと西川俊作がいるんだよね。あ、そうです。今現役選手でその4人だけかな、はい、今県北はそうじゃないですか。でもすごいよね。まあでも、まあ、もう一人。もう一人誰がいるの。平岡。平岡今どこのチームでいるのかな。岩手 FC です。あ、岩手 FC に1人いるんだ、はい、すごいね。じゃあ今5人5人いるってことでしょ、現役 J リーガーで、はい、なかなかないんじゃないの。だって人口的にはどんぐらいかな今300人ぐらい。300人。それは相当すごい。そこから5人は3ってどんぐらいかな、人口は。分かんないです。10万いくか以上。10万かいくか。そんなにそんなにそんなおる。中津が多いもんね。中津が50万くらい。おいしい。大分市だね。大分市が多いだからね。大分市が48万人約ね。それは大分市より多いしね。いやいや、この木あんまり喋らん方がいいかもしれない。まずは今日今シーズンちょっとお疲れ様でした。ありがとうございます。まあなんといってもね、まさやジュビロ磐田 J1 昇格おめでとうございます。まさか聞こうか。どうでしたか今シーズン。いや、今シーズンはまず、開幕戦2連敗から始まったんですよ。あ、でそこから、まあ、徐々にチームもぶれずにやってきて、チームも波に乗って個人としても試合に多く出れたんで、それで昇格できたっていうのは非常に嬉しいですし、まあ、また来シーズンJ1 の舞台で戦えるってことで非常に楽しみです。見てたりしてた。チェックどうしますか。チェックしてた。ハイライトとかは。ああ、ハイライトとかで。まさや結構点取ってた。まさや点取ったし、ね、本当中心だもんね。左のウィングバックしてた。左制してましたね。ジュビロの。ジュビロの左制してました。普通ポジションでくると大きいよな、やっぱりな。本当に重要な選手になってるからね、3人はね。チームに欠かせない選手だと思うんで。まあ、じゃあ、2人もちょっと今年の振り返りじゃないけど、どういうシーズンだった。いや夏だ。夏だからさ。いやいやいや、寒いよ。めちゃくちゃ寒いじゃん。中国の12時待ってます。12時。あ、そう。もう起きる。もう起きる。はい、いいから。松村、はい、まあ、そうですね。まあまあ、結果としては2位で、まあ、優勝こそできなかったですけど、まあ、途中8月ぐらいまでは川崎に勝ち点1差まで結構詰まるところもあったんで、まあ、そこら辺からちょっとずつこう自分たちのこうやりたいサッカーとか、まあ、ちょっとなんかちょっと監督が変わったタイミングもあって、ちょっとごちゃごちゃした部分もあったので、まあ、それは言い訳にするわけじゃないですけど、まあ、ちょっと自分たちでこう負け落としてしまう試合が多かったんで、まあ、ちょっともったいなかったなっていうシーズンでしたね。いや、もうさ、大分トリニータとアウェーの試合さ、もうボッコボコにしたじゃん。5-1? 5-1 かな。5-1? 今年なあ。で、松原も出てたっけ。今年は途中からす、ね、途中から出たんだっけ、はい、去年はなスーパーゴール決めたしさ、はい、で、トモキも出てたじゃん。のびのびプレーしてたね。いや、そんなのびのびはしてないっす。どうだった。初めてやったじゃん、トモキ。いや、楽しかったっすよ。なんか、違和感はありました。違和感あった、はい、やりづらかった最初は。でもなんか相手の、あ、相手というか大分のフォーメーション見て、片さんがどういうことしてくるとか大体分かってたんで、あ、最初の10分15分はちょっとあれでしたけど、うん、だんだん慣れました。そうだよね。もう外から見てどうでしたか、トリニータ。聞きたいの、それを。まあ、あ、でもやっぱマリノスとの対戦の時印象ですけど、やっぱやりにくいですよ。やりにくい。やっぱボール保持されることが結構多いんで、うん、僕らとしてはすごいやりにくいですね。外から見て、ね、今シーズン J2 降格っていうことになっちゃったんだけど、なんか調子悪い
時はなんか結構ボール蹴ってるっていうか、なんか大分らしくないサッカーしてたなっていうふうに思いました。うん、確かにね、今までやってきた、はい、もうずっとやってきてるからさ、友樹なんか特に肩のさ、はい、体勢でさ、はい、ちょっと違和感があったってこと、ちょっと見てて、あ、なんか勝ったのかなとか思いましたけど、でもなんか最後らへんはすごい出てたらしかったですし、うん、そうそうそう、本来のね、戻ったっていうか、スタイルも違う、新たなやり方でっていうのがあったけど、うん、マサイはどうなの、天皇杯やったじゃん、でもベルス、いや、大分と大分とか大分とかベルスパとかやったじゃん、ベルスパ大分、大分やったそう、ベルスパに総督戦してたからね、はい、出てなかったもんね、はい、最後らへんちょっと最後出ただけでね、あ、大分戦も最後出てた、そう、大分戦も最後ちょっと出れて、うん、どうだった、やってみて、うん、どうすかね、お前、お前やるね、なんでどうすかね、相当これ言葉やらない、どうすかね、いや、僕が J1 の時に戦った、うん、まあ、感じよりもやっぱり、なんだろうな、選手一人一人プラス、まあ、サッカーっていう部分で、まあ、少し大分らしくない部分は多少一瞬外からベンチから見ててすごい少し感じた部分はあります、やっぱり、やっぱりあるんだね、なんかトリーダー選手とかとか連絡取ったりする、いやー、僕トモキと撮ったりしたいんですよ、いやー、もうマリノスやよ、マリノスやよ、マリノスやよ、意味ねえやばい、何言ってたよ、何言ってたよ、いや、ほんとにトモキ置いてる時はほとんどトモキと撮ってたんですよ、あ、そうなの、はい、こっち来てから誰も撮らなくなりました、あ、確かにな、もうメンバーがな、だいぶ変わったもんな、うん、真面目な意味、大分の時の、うん、あの、ダニさんとの思い出、あれピー入るやろ、ピー入るさしさんとの思い出は、俺マサヤなんかもう絶対言うもん、寮の話とこいつとか、いや、もう行こうよ、いや、寮の話は知らんけどね、いや、もう、まあ、今日はまずこう、試合前になると大輝さん、全泊するんで、ね、で、大輝さんの車が先あるんですよ、うん、で、帰るじゃないですか、で、部屋ガーン行ったら全然開かないんですよ、ドアが鍵閉めてない、で、バーって見たら、ベッドシーツが縦に、ドアの前に俺入れないですよ、絶対大輝さんだって、これしかもどうやってここに置いて出たのかも、大輝さん俺入れないのよ、確かにどうやってたんですか、いや、もう必死よ、こっちもえ、なんで、なんでマサね、入って、あ、マサまだいねえなと思って、なんかしてやろうと思って入って、鍵開けてるから悪いよ、閉めないと、な、まあ、寮でなかなか閉めない、閉めない、閉めて、もうベッド立てて、もうこうちょっと隙間開けながらベッドをドンってしてスッて出たからね、じゃないともう俺出れなくなるから、俺がプロや、その上手よ、いたずらのプロ入ってきた時にさ、もう隣なんで俺、あ、部屋が、あの、泊まる部屋がさ、らもうマシアが帰ってくるの分かるじゃん、なんでこれ開けないやんもうめちゃ近顔それを音声で楽しんでるの、声だけで早くて面白いから、くそ、はい、暑いな、部屋が暑いなと思って、くそ、夏に暖房入れたい、なんか冷蔵庫の中にリモコン入れられたり、冷やされたり、リモコンは冷やしてあげないといけない、冷やされたり、暑くなったら使えないですもんね、それからさ、一切鍵閉めていってんの、みんな閉め始めて、大輝さん今日来るぞって、大輝さんに早く帰るぞって、みんな帰って鍵閉めるの、みんなえぐいやろ、まあ、そういう思い出もあったね、よかった、いい話やけど、いや、いい話でしょ、そういう話だから、やっぱりいつでもな、隙を見せるなということだ、そういうことだ、そういうことか、教えだったんですね、そうですよ、わかりましたか、うまくやっております、うまいな、こういうことでね、まあ、この3人は来シーズンもね、はい、頑張ってもらって、まあ、マサヤも J1 で戦うことですし、はい、まあ、しっかりアピールして、また代表とかね、入ってほしいね、この3人はね、最後に一言ずつもらって終わりましょうか、一言もらう、ね、そうですね、まあ、今年優勝できなかった分、来年優勝を目指して頑張りたいと思います、はい、ミスターチャンネルもよろしくお願いします、はい、くれよ、ミスターチャンネルもお願いします言ってくれよそんなことありますそんなこと言ってくれよって言ってくれよ、まあ、来シーズン J1 で戦えるんで、あのチーム含めて個人としても J1 の舞台で活躍できるように、あの頑張ります、ミスターチャンネル登録お願いします
偉いな。言わせてるような感じ出すな、今。いや、言わせたから。来年、マサヤとマッチアップする可能性が大いにあるので、負けないように頑張ります。おお、ちょっと見たいね、それね。面白いね。ミスターチャンネル、よろしくお願いします。今日は本当ありがとうございました。ありがとうございました。来シーズンも頑張ってください。ありがとうございます。いましたね。いたね。今日ね、あの夢プロジェクトかな。そうです。イベントで今参加している元大分トリニータの姫野優也です。お、佐藤小夜です。はい。もうこれ無茶ぶり。まあね、イベントの途中にちょっとインタビューじゃないけどね、久々に会ったから元気やったみんな二人とも。久々会ったな。はい。まあ、俺はあのいろいろ見てますけど、直接会うのは久々ですね。本当？はい。なんかちゃんと手組んでさ、後ろで。いやいや、リラックスして話そうぜ。はい。なになに、元気？本当。はい、元気っす。ちょっと成長した？いや、あの、見てわかる、まだちっちゃいっす。大輝さんとの思いですか？はい。俺一番印象に残ってるのは、あの大輝さんが引退するって決まって、うん、あの、ホームで最後の、引退する時の最後の試合がやっぱ忘れられないですね。もう泣きました。うん、やっぱ僕小さい頃からもやっぱ見てたんで、一緒にプレーできると思ってなかったんで、あ、ここ、姫は今何歳かな、25なんで、本当もう小学校の頃からもう見てたんで、応援しに行って、15歳かな、もうピッチの外から見てた選手と一緒にできると思ってなかったんで、なんかそれ言われるともう年取ったなって思うわ。え、ポーヨーは、僕ですか。俺、僕結構大輝さんに呼ばれて、大輝さんに僕が来るまでご飯食べるとかまでついて行ってたんです。そうなんですか。高松ですで、紅葉さんですかって言われて、はいって言って、何時にどこどこ迎え来て、はいって言ってピッて切られて、でたまに俺が紅葉に何してんのって言ったら、今から大輝さん迎え来てって言ってましたもん。いやでも俺も本当に昔から憧れの選手だったから、その人隣に連れられるのはもう本当にもう嬉しかったですよ。サッカーの話しよう。何回もありましたけどね、コウヨに何するのって大輝さん迎え行くって何回もありますから。なんでそう誘ってたんですか。コウヨ電話したらさ、いつも寮にいるしさ、コウヨ寂しいかなと思って。ちゃんと後輩に声かけたりするんですね、ミスター。飯も連れて行ったりしてたんですね。へ、まあいろんな思い出あるよ、この二人は。まあちょっとね、まあで富山、まあ、紅葉は、まあ、今 JFL でやってるけど、来シーズンちょっとね、まだまだ若いですし、うん、まだまだね、頑張ってもらいたいと思うんでね、うん、まあ、いつかは大分に帰って、はい、大分の子供たちのために何かね、残していってもらえればありがたいと思いますしね、はい、まだまだちょっと元気で頑張ってほしいね。そうですね、うん、もう頑張ります。いろんな経験して、いつかは大分に帰ってきてください。はい、ありがとうございます。頑張ってください。以上です。ありがとうございます。まず、まあ、高松大輝選手にも、元選手にも来てもらってるんですけど、前園さんのサッカー教室を、今度で5回目になるんですけど、過去4年間やってきて、中津でやってる事業だったんですけど、まあ、僕が中津出身っていうのもあったので中津でやりやすい環境はあったんですけど、こういったこの環境をですね、大分県のために何かできないかって考えたときに、大分県全域の選手たち、子どもたちにですね、何か届けられないかなっていうところから、今回始まって、実際、今日に至るということですね。まずは子どもたちに夢を与えるっていうところで、中津の枠を超えて大分県の子どもたちに夢を与えたいというところで、もう一つはですね、地域活性化、地元で育った選手たちが、地元に帰ってきて、地元の子どもたちにまた夢を与える、でゆくゆくはその夢プロに参加してくれた子どもたちがプロになったりして、そういう思い出があるからまた自分たちも地元に貢献したいとか、まあ、大分のために何かしたいっていう風になっていただければいいなという思いが強くて、地元のために地域活性化、大分のためにっていうところがすごい あるのと、もう一つは、選手たちのセカンドキャリアっていうところをちょっと掲げてまして、今回スポンサーについてくれた、企業さんだったりが、選手たちと
交流を持つことで、地元大分に帰ってきた時に何か仕事等でつながったりとか、まあ、サッカー選手も長くできる選手も一握りなので、そういう部分も選手の間にそういう大分の、企業さんとつながって、セカンドキャリアをまたサッカーを引退しても、素晴らしい人生を歩むための一つのきっかけになればいいなっていうようなところがあります。そうですね、もう、あの選手のオフ期間利用して、やる事業なので、もう選手たちがオフの間しかできないんで、これはですね、なのでもう毎年できれば選手がオフで里帰りした時に地元の子どもたちに触れ合ってっていうとこを考えてますので、もう、単発の事業というよりは継続事業として毎年できればいいなと思ってます。ぜひぜひ呼んでいただければ何でもあります。ダイエット企画でミスター意外と食べないっていう。そうですねそっちもお願いします。私ですね、キープしてるらしい、思ってます。嬉しい。この今来てるね、憧れの選手とか誰かいますか？岩田選手大人気。